Welcome to Saturday Take-chan Yumi-chan. We hope you're having a great time. Now, Take-chan is going to answer your questions. ほら、ワクワクすっぞ。はい、今回のご質問は、フェアウェイウッド初心者の呼吸7の方でございます。まあね、そろそろ皆さんもね、私が、あれですね、鬼滅の刃が好きってことをね、理解していただいているので、こういうね、質問をいただけるんですけど、どうですかね、まあ最近ね、ちょっと気づいてくる方もいらっしゃると思うんですけど、僕最近一人なんですよね。まあ皆さんね、そこはね、大人の事情ということで、あまり深く突っ込まないようにしてください。ということで、早速質問いきましょう。5番ウッドは42インチだとドライバーよりもプラス 10g ですが、7番ウッドはどのようなセッティングになりますかという質問でございます。ありがとうございます。この、フェアウェイウッド初心者の呼吸7の方さんの質問が、これはシャフトの話でいいのかということなんですけど、多分僕がいつも、ドライバーと3番ウッドと5番ウッドとかっていう話の時に、まあ、5番ウッドが 42.5 インチ以下やと、まあ、シャフト重量は 10g 上げましょうっていうことを言ってるので、まあ、こういう質問をいただいてるのかなと思うんで、そういう話と思ってちょっと進めさせてもらいます。で、まず、基本的にはもうこれ先に結論から言うと、5番ウッドと同じシャフト重量でよろしいです。例えばじゃあ今の話で言うと、ドライバーに 50g 台のシャフト入れてますってなると、42インチの5番ウッドっていうのは 60g のシャフト入れてくださいってことですね。 60g 台のシャフト入れてください。じゃあ7番ウッドはっていうと、これも 60g 台で結構ですという話です。で、まあ7番ウッドっていうと最近見直されてきたんですね。実はダスティン・ジョンソンが7番ウッドを使ったというのが話題になって、また7番ウッドがすごく見直されてきました。どちらかというと、今までのセッティングっていうと10度台、つまり5番ウッドまではフェアウェイウッドが多くて、20度越してくると、ユーティリティっていうセッティングの方が多かったんですけども、まあ、7番ウッドってだいたい21度っていうのが多いんですけども、その21度のロフトでも逆にユーティリティよりも拾いやすい、球が上がるとか、まあ、実際距離も7番ウッドが飛ぶっていうところもあって、今結構ね、見直されてるというか、密かなブームになってるのが7番ウッドなんです。で、その7番ウッドでじゃあどれぐらいの長さが多いかっていうと、だいたい41インチから42インチぐらいの方が多いですね。それもちろんブランドによりますけども、ただこの質問からすると、5番ウッド42インチって話になると、もし同じブランドで揃えるとしたら、7番ウッドは間違いなく 41.5 インチ以下になるんですね。 41.5 インチ以下になります。で、だいたい僕の重量フローの計算っていうのは、だいたい1インチで 10g、 つまり半インチで 5g っていう計算なので、だいたい7番ウッドっては5番ウッドよりも 5g 以上絶対的にヘッド重量は多いことが多いので、重いので、もうこれは純粋にヘッドの重量フローだけで足ります。つまりシャフト重量を持ち上げる必要はないですよっていう話になりますので、まあ今の話からすると、まあ5番ウッドと7番ウッド、同ブランドという意味で言うとね、同ブランドという意味で言えば基本的には同じ重量で構いませんよと。だからまあこれ一応もう一回まとめておきますと、あくまでも一般男性というの重量フローで言うと、初めの例で言うとドライバーが 50g で、3番ウッド、これ43インチ相当ですよ、間違いにとってください。43インチ相当だと同じ 50g で、5番ウッド 42.5 インチ、これも僕よく5番ウッドって言うても、そのいろいろ長さもバラバラですけど、基本的には長さですよ、いつも言ってますけど、長さだから 42.5 インチを切ってくれば 10g 上げましょう、つまり 60g で、7番ウッドもおそらくその流れでいくと 41.5 インチ以下になるので、同じく、60g になります。で、また9番ウッドはとか言われたら、さすがにまあこの辺の重量を打つ方は9番ウッドっていう選択肢はあまりないので、そこになると多分ユーティリティになります。ただユーティリティのだって例えば24度とかになると、今のセッティングでいくと 70g 台のシャフトがおすすめになりますので、まあそのあたりは一応重量フローっていうのを考えてもらって、セッティングしていけばと思います。じゃあ、まあ今回の結論に関しては、まあ5番ウッドと同じ重量で構いませんよということになりますので、まあ皆さんそういうふうに思ってセッティングしてみてください。ということで、今日の質問はこんなとこですけど、どうでしょうか。一人でも結構いけるんじゃないかと思っている方もいらっしゃいますし、やっぱりゆみちゃんがおらんと嫌やという方も、皆さんここまで見てくれたらどっちでもいいです。ありがとうございました。さようなら。バイバイ。チャンネル登録、高評価で、たけちゃん、ゆみちゃん、動画にすぐにアクセス。チャンネル登録よろしくお願いします。